ハヤトマッハプロレスワールドへようこそ。本日はトニーアトラスビッグマザドッグについて語るについて触れてまいります。ロッキー・ジョンソンはディック・マードックについて、彼は差別主義者だと断言。ジョンソンが人気レスラーザ・ロックの父親ということもあり、 WWE はジョンソンの主張を全面的に受け入れました。これによってマードックの殿堂入りは今後もないだろうと言われています。そんな中、これに異を唱えるレスラーが現れました。かつてのジョンソンのパートナートニー・アトラスです。アトラスはマードックに対してジョンソンとは全く反対の見解を示しています。アトラスはマードックについてこう語っています。マードックとの試合は実にスリリングなものだった。彼との試合は大変だったけど、たくさんのことを学んだよ。試合が終われば彼は酒好きな陽気なおじさんだったね。俺は随分と彼のいたずらの標的にされた。でもそんなのマードックの周りにいた連中はみんなそうだろ。俺もその中の一人ってことさ。彼は俺の顔を見るたびいつもヘイブラザーと言ってくれた。俺ももちろん彼をブラザーだと思っている。彼は強い男だったからね。彼を妬んでいる連中が腹いせにいろんなことを言ったんだろうと締めくくりました。アトラスのマードックに対する印象はほとんどの日本のファンが抱いている印象と同じようです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございます。本日はトニーアトラスビッグマードックについて語るについて触れてまいりました。